ストーブとはしてはもできなくて出たかった。なんか開けとけでね、ちょっとやろう。はい、ということでね、11月23日に迫ったブレイキングダウン10の試合発表をしていこうと思います。お願いします。今回はね、10回大会ということで、めちゃめちゃ濃い、27試合の、対戦カードを組みました。いつもはもっと多いんですけど、ちょっと多すぎてもなっていうのがあって、まあ、25試合にしようと思ったんですよ今回から。その濃い、全部面白いカードで、でも結果的に27試合になりました。今回のブレイキングダウン10の会場チケットが発売中ということで、今回は第10回の、まあ、メモリアル大会にふさわしい埼玉スーパーアリーナ、コミュニティアリーナですね。すごい、うん、4000席あるということで、うん、すごいな。まあ、ブレイキングダウン過去最大規模の会場で開催です。はい、4000人って結構でかいっすよ。いや、めちゃめちゃでかい、うん、すごい。雷神の地方大会ぐらいのでかさだから、そうやね、うん、結構大きな会場で試合ということですね。うん、素晴らしい。 VIP と VVIP チケット購入者には大会後の選手関係者が集まるアフターパーティーの、招待もご用意してますので、銀座のレイズかな、いつもあのクラブで、開催されていて、選手たちの交流もできますし、まあ、僕らもいますんで、あのぜひ皆さんお会いしましょう。会場にも選手、出場選手と写真撮影できるブースがあったり、あとはパンチングマシーンのブースとかがあって、うん、その豪華商品がもらえたりもするので、ぜひね、あの会場に来て楽しんでもらえたらなと思います。会場チケットは先着順になっているので、あの価格の安いチケットは多分すぐ売り切れてしまうので、早めに、うん、あのご購入していただけたら嬉しいです。お願いします。ペーパービューチケットの販売も、行っていて、会場チケット、ペーパービューチケットは概要欄、コメント欄からお問い合わせください。またブレイキングダウン公式アプリのブレイキングダウンクラブの VIP 会員を、お試し登録するとペーパービューチケットがどこよりもお得に購入できるので、ぜひね、アプリダウンロードして登録してみてください。ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナ、コミュニティアリーナで開催。現在チケット販売中。詳しくはコメント欄、概要欄から。ブレイキングダウンとゲームアプリ剣獄の最大のコラボイベントが始まります。このイベントに参加することで Amazon ギフトカードなどを含む総額3000万円相当が当たる懸賞に参加することができます。3000万はやばいっすね。結構本気度が伝わるというか、こんな大盤振る舞い、あの次いつあるかね、分かんないので、まだの方はあの今すぐアプリをインストールしてください。ということでね、早速試合発表していきましょう。いきましょう。6試合目まで無料配信なので、うん、これ楽しんでもらえたらなと思います。1試合目、聖夜 vs レオということで、まあバンさんとかファールカップ2期とか言ってたけど、巨人2期とか、なんかドストレートやな、どんなそれ、どんな2期になってるのか分かんないですけど、いやでもバズってること間違いなしですよね、絶対。さすがにね、さすがにね。まああのね、結構ブレイキングダウン、うん、4ぐらいからずっと声をかけてて、そうなんや、そう結構キャラが面白いから、彼はい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 、出てよみたいなこと言ってたんだけど、うんうん、いやまだ早いかなみたいなこと言ってて、今回なかなか克服はできなかったよね。いや、あの感じで出てくると思ってなかったよね、まず。その、うん、今日なのは知ってたんだけどさ、うんうんうん、そのもうプライベートでもやっぱよく話聞いてたから、はいはいはい、でもそこを売りに出てくると思わなかったから、さすがに俺もオーディションの時笑いこらえきれんかったからね。確かにめちゃめちゃ笑ってたな、うん、確かに。ただね、うん、練習1回来たんだけど、はいはいはい、はい、めちゃめちゃ強いよね、うん、バケモンぐらい強いよね、うん、馬力がすごいな、うん、馬力が。いや俺、朝倉海の次に
ポテンシャル感じてますけど、そんなに、うん、そんなにいっちゃう。いやレオもさ結構根性あってさ、めちゃめちゃ根性ある、センスあるじゃない、うん、レオくん相当強いよ。でも見た感じどっちが勝つと思う。いやでもこれはめちゃめちゃなんかええ勝負しそうやけど、せいやくんもちょっとやばかったからかな。パンチ力やばいもんね。パンチ力やばいよね、あの小柄な体格から考えられんぐらい、うん、一撃当たったら倒れるよね多分、うん、やばそう。あれはほんまにやばい。ライト級ぐらいのパンチ力ありますよ。バケモンやん実際ね。はいはい、58キロ以下っていうことで、うん、はあ、いやこれ1試合目からめちゃめちゃ楽しみやな。まあ、結構キレてましたからね、うん、なんか俺の気持ちが分かんのかよっていう、うん、もうその男にしかやっぱ分かんないってさ、うん、ところってあるじゃん。いやでもでやっぱさちょっと大きいぐらいだったらさ、うん、ある種こうステータスになる部分はあるんだけど、うん、あまりにもそのでかすぎてっていうので結構苦労してるみたいなんで。気になるわ、一回見てみたいな。いやまあその背が低いじゃない、うん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 、だからそのギャップみたいなのもあると思うけどね。やっぱこの身長でこのサイズみたいなさ。はい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 。でも一応さその兄弟もいるんだけど、うん、お、そうなんや。お兄ちゃんとか、うん、お兄ちゃんもそうなのみたいな、その家系的なさもんなのっていうのを聞いたんだけど、うんうん、なんか自分だけらしくて、へえ、成長が全部吸い取られてしまったらしくて、身長の身長にいかんとあっちに行っちゃった。そう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 、なるほど。まあちょっと楽しみですよね、うん、いやめちゃめちゃ楽しみこれ、うん、この試合、まあ、男性視聴者が多いから多分共感は得てると思うんで、うん、応援する気持ちは多分ねすごいあると思うんですよ。なるほどね。これが1試合目というね、うん、はい、2試合目、いきます。奥野隆史 vs 坂中村さん。1試合目ですからねこれが。坂中村さんが2試合目でレオが1試合目よ。まあこの試合はなんかオーディションで見た感じ、うん、よくわかんない感じで決まっちゃったんで。そうなん、なんかあんまりこの因縁みたいなの感じないんで、ね、でもなんかバンさんが一方的にこう奥野さんに対して対戦を表明したって感じだったよね、うん、確かまあまあさすがにさ、うん、3戦戦無敗に勝ってるから男だから、確かに、まあ、みんなから狙われるのはしょうがないよね、うん、奥野さんね。でここで勝ち始めたら奥野さん結構強いなって話になってくるからね。バンさんに勝ったらすごいね、うん、確かにそれは間違いない、はい、で3試合目、はい、村田正和 vs シェンロン。3試合目でシェンロンですか。シェンロンです。はあ。このでもね村田選手も強かったよね。うん、強かった。全身入れ墨入っててね。そう、気合も入ってたし、これ結構バチバチな感じになりそうな。じゃあシェンロン君まずオーディションでも喧嘩しすぎ、ほんまにね喧嘩しすぎて前の日の怪我さらに悪化してたからな、ほんまに乱闘しすぎて。確かに元気やわシェンロン君。でもいいよねキャラ。キャラはいいね。ね、面白い。まあ、これも盛り上がるでしょう。3試合目ですか。4試合目です。はい。幹事。はい。V.S. 樋口武宏。ここでもう樋口か。樋口くんが4試合目よ。ね。すごくない？監督ですよ、足立くん。この豪華さえぐいよね。いやほんまに。序盤からめちゃめちゃ飛ばすね。大丈夫これ後半。大丈夫大丈夫。大丈夫な？これで。で幹事くんが、はいはい、結構、うん、昔俺練習したことあって。そうなん？ハーツにいたんだよね。ガチやん。じゃあここ最近なんかスパーリング、うん、もしたんだよね。そうなんや。そう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 。どうやった？多分俺の蹴りでアバラ折れたのかひび入ったのか知らんけど。まあでも強いっすよ結構。あ、そうなん。で、あの総合もやってるから。はいはいはい、はい、試合自体は多分3戦未満なんだけど、うん、うんうんうん、タックルとか全部切っちゃうと思うし。あ、どうなのかな。じゃあ樋口くんとは相性がいいんや。でもさすがに樋口くんも強いからね。でも MMA ルールでしょ、うん、まあ、どうなんかな。ユーリーと仲良くて感じか。そうなんや。仲いいというか、多分パーソナルで教えてんのかな、はい、だからユーリーたちも見に来てくれるって言ってたし、そのマジで当日ね応援来るみたいなんで。すごいな。もしかしたら会場で会えるかもしれませんよ皆さん、うん、チケット買ってきてくれたら。で5試合目です、はい、トニー VS 井上力人、うん、これも結構オーディションで喧嘩になったよね。バチバチやったね。てかさ今までさ、うん、そのオーディションではさなんかあんまり手出さないみたいなさ風潮あったのにさ、うん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 、この辺なんか普通に殴り始めてるからさ結構だんだん過激になってきてんだよね。そうなんよね。普通に暴力振るってるからね。そうなんよな。ほんまにまあ、契約書は書いてもらってるんだけど。はい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 。いやそれにしてもですよ、うん、でもまあ
あれよね、なんかこの間もドッキリもしてたしね。そう井上君結構ガチな感じやね。ガチだね。ガチやね。この試合も楽しみやな。最近の人たちはなんかガチが多くなってきてるなと思って、なんか結構みんなが自分が求められる姿みたいなのを、うんうん、寄せてってさ演じてるみたいなとこあったじゃん、うんうんうん、そのブレイキングダウン台本はないんだけど、うん、その各々が考えて立ち回ってたみたいな時期を超えて、なんか本当のヤバい奴らが今いるなっていうほんまに天すごかったもんね、ほんまに全体通して。これ6試合目もそうですよ、森くんがね出てくるんですけど、この福井、この子も強かったけどね。強いよこの子、ね、この子強い。6試合目までこのカード熱いな、濃い。これが無料配信なんや、うん、やばいよね。めちゃくちゃいい。 9.5 って意外にこうなんか誰みたいな選手多かったじゃん、試合が始まる前は。はい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 。いざ始まってみたらさ、うん、同時視聴34万人で過去最高に面白かったって言われてた大会なんだけど、 それってやっぱなんか演じてるわけじゃなくて本当にやばいやつらが戦ってたから、うんうんうん、確かに。でそこで結構注目を浴びた4人が出てるんで、うん、シェンロンとレオと井上力と森くん、これ無料ってめっちゃ熱くないほんまに、うん、で樋口くんでしょ、でバンさんでしょ、もうひな壇 S 級クラスだからほんまや。ここまでが無料配信ですね。これが前半の6試合ですか。はい、熱いね。でここから、はい、ペーパービュー有料に切り替わりますが、うん、7試合目サトル VS、はい、サップ西成。7試合目でそう、これこれはやばかったね。これもう過去史上一番やばい乱闘やったね。ね、事件だったもん、ね、一番ほんまに事件、ほんまにそれ乱闘じゃなくても事件だったもん、ね、事件。これはやばかったな。じゃあ大阪の人らは、うん、なんか団結力があれだね、うん、そうやね、すごすぎるね。大阪の人らプラスあの当時の地下格の人たちって、ね、本当に仲間がやられたらうわーってもうみんなで行っちゃうみたいな、うん、それが仲間みたいな感じでなってるから。ほんでも悟が株を上げたよね、一人で。やっぱさ、一人であんだけなかなかの肝った前で、ほんまに。でもね、皆さん、もしかしたら試合ないかもしれないんで、この試合を目的としてペーパービューを購入することだけは避けてください。それこの前もなんか聞いたな、はい、それ所さんのタイトルにも言いましたけどサトルが本当のエンターテイナーだったら、うん、ここでまたね、バックれてくる可能性あるんで。エンターテイメントすぎやろそれ。いやでもこの試合見たいな、さすがにね。そのサップさんだって骨折したって言ってたもんな、ね、ちょっとなんかこう落とし前と言いますか、そのきっちりと決着つけてほしいな、ここ。確かに超楽しみやわ。まあ、サトル君がこうまたドタキャンした時のための8試合目が12日期、超12日期神になってます。あ、ゴッド。え ?2 じゃなくて超12日期ゴッドです。また進化してるやん、はい、スーパーサイヤ人やんこの人。そう、うん、超12日期ゴッド VS 溝口、はい、溝口さんさんということで、これもね、これは本当に努力した、まあ、男と天才ですよね。まあ確かにね、もともと練習してなくても強いと。そう、溝口さんほんま強いからね、センスあるわあの人。まあなんかさ、うん、オーディションの時はさ、うん、結構12人気が気使ってる感じはしたけど、まあ試合になったら分かんないじゃん全然。確かにね、まあ、12人気ほんまにパンチや強いもんね、右ストレートしっかりと。いや左フックも強かったしね。左フックで倒したと思うんだよね2回とも。あ、だからそうか、翔太君とかもそうか、結構パンチ力相当強いと思うよ、うん、だからめっちゃ強いと思う。溝口さんがこうねぶっ倒れて病院に運ばれてってなった場合、結構俺が忙しくなるんでね運営大丈夫それ。言うても俺たちも19日試合じゃん、せやな4日前試合だからね。ほんまやな、結構怪我してそうだけどね、なかなか俺らも顔面。確かになかなかハードですね。まあこれはどっち上がっても面白いんじゃないかなっていう、はい、ところです、はい。で溝口さんこの日誕生日みたいで、え超12人気ゴッドさんの左フックをね、はい、プレゼントしてあげてほしいなと顔面に。楽しみです、はいはい。そして、はい、9試合目、はい、萩原雄介 VS 瓜田潤志。これ9試合目なんですか。です。マジっすか。この前回からの因縁の対決、この豪華さえぐくない。えぐない。今もうなんか本当にこう今のブレイキングダウンのオールスターの選手がこうグッて詰まってる感じね。うん、そうですか。これ9試合目か。これでもどうなんだろうね、やっぱ萩原さん有利な声は多いと思うけど、瓜田さんも強くなってるからね、しっかり練習してるらしいし、うん、
面白いですよね。勝負のありますよね。絶対に絶対に面白い。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。公式アプリの VIP 会員をお試しするとペーパービューチケットがどこよりもお得に。こういう役にさせるんですか。こっからですね、うん、10試合目から13試合目まで4試合、はい、100人企画あったと思うんですけど、うん、あそこで選ばれた、うん、まあ、スター候補、はい、合宿メンバーですね、うん、対アウトサイダーのメンバーで、まあこれは俺が決めたことなんですけど、はい、ブレイキングダウンってさ、うん、入れ替わり立ち替わりすごい早くて、井上くんとか森くんみたいにさ、うん、天候とかでもう一気にスターになっちゃう、うん、人も出てくるわけよ、ブレイキングダウンって、うん、でそんな中でさ、こう10回大会ってなんか記念すべき大会なんで、うん、まあこのスター候補対、うん、まあ、アウトサイダーのレジェンドたち、なるほどね、いい構図やの、うん、その卒業と、うん、まあ、入学みたいな、うんうんうん、そんなマッチメイクが面白いんじゃないかなと思って、なのでアウトサイダー側だけは引退をかけてます、うん、まあ、引退って言ってもその他の試合とかは知らないけど、はいはいはい、ブレイキングダウンにはもう出ることないって。引退なの？これ負けてしまったら？そうです。え？めちゃめちゃヒリヒリする戦いにはなると思うんだよね。それは熱い戦いになるね、それ。で、まあやっぱここで勝つようなことがあればさ、はいはいはい、合宿メンバーが、はい、それやっぱスター候補に躍り出るだろうし。はあ、これ慶之助さんも結構ガチで怒ってましたからね。ぶち切れてたよ。すんげえ重たい雰囲気になってましたからね、会場が。まあでもなんかどっちのさ意図も分かるっていうか、多分この大輔くんも盛り上げようとやってるから、ね、うん、まあでもさ俺思ったのがさ、うん、あの時見てその審査員側から見ててさ、うん、やっぱアウトサイダーの選手たちってその一番最初の対抗戦の時もそうだったけど、別に乱闘とかなくても花あるよなっていう、雰囲気もある。だってアウトサイダーの花形の選手なんで、うん、もう当たり前ですよね、うん、なんかちょっとやっぱこうピリッとするもんね、空気がみんな揃って入ってきたら、うん、し、なんかちょっと合宿メンバーとこう並んだ時に全然風格違うなと思っちゃったもんね、やっぱり。はい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 、なんかこの見た目の花だったり、この持ってるなんか雰囲気だったりさ、さすがにこう修羅場をくぐってきた人たちだし、その中で人気の選手なわけじゃん。確かに。まあだからそこも含めてさ、はい、どんな試合になるのか楽しみですね。楽しみです。ここで休憩入りまして、はい、なんと喧嘩自慢決勝戦来ましたか。5試合豊橋対大宮と。どうですか、地元豊橋残ってますけど。なんか、うん、全然一人しか知らなかったから、うん、ヘビー級の恋が、たくま君芝居たっていうね、うん、はいはいはい、でもなんか、うん、最近そういうチームができたりしてるらしくて、そのギャングみたいな、そのメンバーとかみたいなんで。あ、そうなんや。まあ、結構豊橋も相変わらずなんだなっていう。大宮の方が強いイメージあったけどな、俺は。これね、大宮のね、ライト級とヘビー級が特に強かった。無差別級とライト級。でもライト級豊橋も強かった。豊橋も強いね。で、無差別も豊橋強いね。だから結構この勝敗で決まるんじゃないかなと俺は思ってる。流れがこう、どっちかが。確かにね。で、宮島くんは連続参戦するということで、ね、あれね、かわいそうだったよね。ほんまに急遽参戦でね、カーフ蹴られて足引きずって。ま、見てられへんかったわ。でもさ、うん、なんかその監督出るのはせこいみたいな声があったんですけど、なんか全部の監督に当てはまるんだけど、全員プロ参戦以上はしてるわけよ、うんうんうん、ただ宮島くんだけしてないんですよね。確かにプロ参戦だから喧嘩自慢として全然あの条件満たしてるんですよ。しかも豊橋だし、うんうん、だからこれに関しては全然ありなのかなっていうのは思ってて。なるほどね、これで西谷君とか出たら違うとはなるけど、本当になんか喧嘩自慢の条件を本当に満たしてるので、うん、宮島君ライト級やけどミドル級で試合してるもんね。うん、確かになかなかきついな。この勝者がイレブンで大阪と対決するということなんでね、うん、それも楽しみやな。楽しみですね、はい、でまた休憩入りまして、うん、続いてプロ対抗戦です。来ましたか。まあ、これもねオーディションで出てると思うんで、うん、はい、ブレイキングダウン側が勝つとさ、うん、さらなる賛否が生まれそうだよね。まあね、でもまだこう新たなこうプロの人たちが挑戦してきてくれるかもしれないしね。分からせに来てくれるかもしれないしね。そう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 。
でもさ、うん、結構リスクあるようなプロ側もかなりリスクある。で1分だとさ分かんないじゃん。ぶっちゃけほんまに分からんね。結構自信ないとね。うーん、怖いのあるけど。確かに。しかもこの殴り合いに自信がないとね出てこれないよね1分。でこのプロルールだけは1分3ラウンドってことで。そうだね。で延長1ラウンドもありということで、うん、はい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 。機材文句もね出てきてくれるってことですごいよな。しかも細川君と期待の新星ですよね、うん、100人勝ち抜いたってすごいわ。100分の1なのにさ、うん、やっぱプロだったら一瞬で瞬殺されちゃうのかとか、うーん、ね、この辺分かんないよね。しかもよりリアルのブレイキングダウンルールってことで1分、この試合は1ラウンド、うん、この試合だけね。はで機材門君もすごい自信あるからやっぱ、うーん、それは負けられへんやろな機材門君も。どんな試合になるんかなこれ。プロとブレイキングダウンの対抗戦楽しみやな。1分って難しいよな、うん、難しい。戦略が全然違う本当に。でですね、はい、ここで休憩入って、はい、最後バンタム級トーナメント4試合です、はい、濃いな。24試合目、うん、秋元優也、うん、VS 山川聡輝、はい、山川くん強くなってんだけど。強くなってたね。この秋元くん強いよね。強い。センスすごいよね。そう、打たれ強いし、でパンチ力あるし、そう前出るしパンチ力あるし、負けてないじゃない一回も、うん、この子もともと喧嘩バトルロワイヤル出てたかな、うん、確かそこでもなんか参戦全勝みたいなこと言ってたから。はぁ、結構センスすごいよな。すごいね、うん、でバンタム級にしてはめちゃめちゃリーチが長いから、はい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 、はい、どうなんだろうね。意外に食い込んでいきそうな気もするし、うん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 、いや楽しみやなこの選手はね。うん、木本君楽しみ。25試合目、はい、井原亮太郎 VS カズキング、はい、井原君良かったよね。これはもう喧嘩自慢で明らかに強くて、その日にトーナメントに入り込んで、うん、で勝ち上がったんで、うん、すごいなすごいですよすごいね。 なんていうかな、なんかパンチ力とかはすごいよね。うん、なんか当て感とかセンスいいよね、サウスポーで上手、うん、で対するカズキング選手はね、もうこの人は気持ちが強い。気持ちえぐいな。そう、コメオに勝って、うん、でトーナメントも勝ち上がってすごかったもんな、ね、拍手がめっちゃ起きてたもん。そう、ほんまに延長ラウンドももう気合で前出て、いやこの人いいっすよねカズキング。でですね、26試合目西島くんとダンチメンだったんですけど、はい、うん、西島くんがなんか頬の骨が折れて、はあ、不死鳥歳三がまた勝ち上がってきました歳三が負けても負けてもなんか運に味方されてずっと上がってきます。ある意味持ってるよね歳三は。ほんまにやばいって歳三、これ優勝しちゃうんじゃない歳三もしかしたら。ワンチャン、ワンチャン、ダンチメンに勝てるかなこの2人は初めて試合、初めて。ダンチメン強いからね。強いね、強い。ダンチメン君なんかもしかしたら奇跡で舞い戻ってきたってことは、なんかワンやってくれるかもしれないね歳三。確かにね、もしかしたら楽しみです。でラストが虎之助 VS 富澤大地。決勝で見たかったなこのカード。前回は天下をで、ね、うん、そう天狗の時にね負けちゃったんですけど、どうなんですかね。さすがに強いか富澤君。強いよね。これ、まあ、富澤君のトーナメントと言っても過言ではないからね。うん、まあ、初代、バンタム級、うん、チャンピオンになるのは誰なんでしょうか。イレブンで、準決勝決勝をやるんで3試合、うんうんうん、まあ、ここは1試合目だから4人勝ち上がる人が決まるということですね。はい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 、っていうぐらい濃いカードです。濃い、本当に濃い。めちゃめちゃ濃いカード、はい、盛りだくさんなので、はい、ぜひね皆さんあのペーパービューご購入か、はい、まあ、会場に来ていただいて、はい、一緒に楽しんでもらえたらなと思います。はい、それとですね、ブレイキングダウン11のオーディション募集が始まりました。今回はですね、いつも自分で応募してると思うんですけど、11の、まあ、一応目玉にしたい企画として、あの多選枠の応募を受け付けてます。あなたの周りにいる強い人とか、うん、あいつはやばいとかいうその伝説の人をね、あの推薦勝手にしていただけたら、あの僕らがアポを取って勝手に会いに行くので、多選枠の4人とかのトーナメントをやりたいんですよ、うん、11で。はあ、なるほど。なんか本当にさ、はい、やばいやつって出てこないじゃない自分で。飯田さんみたいなタイプってさ、うん、ああいう人がさ、まあ、全然日本全国いると思うんですよね。うん、そういう
人の4人トーナメントを行いたいので、うん、他選枠の応募も勝手に受け付けてますんで勝手にって面白いね。勝手に勝手に応募してください。あいつやばいみたいな。なるほど、いや楽しみですこれ。募集期間は、はい、11月17日金曜日まで、です、概要欄やコメント欄のオーディション特設サイトから応募ができます。たくさんの応募お待ちしています。お願いします。ブレイキングダウンイレブンオーディション応募開始。応募期間は11月3日から11月17日まで。概要欄から今すぐ応募。俺知り合いのマジックミラー号ってのを動かしてるのだからそっち紹介しなくてもいいよ。ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。購入者特典も充実。VIP 席購入者の方は限定アフターパーティーに招待。さらにペーパービューチケットも販売開始。詳しくはコメント欄、概要欄から。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。公式アプリの VIP 会員をお試しするとペーパービューチケットがどこよりもお得に。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもご気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン10は剣獄のほかエクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。